とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーで入手した、装備を全部見せてくださいということだね。毎回20周ぐらいやるんですけども、惜しい装備とか、珍しい装備とか、そういうのしか紹介してなかったんだけども、今日は、まあ、出たやつ全部見せていこうと思います。ただ、これね、長くなるから、ちょっとやめておいたんですけども、今日はちょっと長くなる可能性があります。まあまあ、すぐ出ればね、終わるんだけども、まあ今日もやっていきますね。二ついいものが出るまでやめられません。全部見せます。それでは一発目、ボスはちょっと長くなると思うので取りませんでした。頑丈なシュルカー。一発目からいいね。クールダウンついてます。で、防護に、毒フォーカス。使っていけそうだね。使っていけそう。で、黄金がビーストボスか。黄金はまあまあないのに等しいんだけども、下は悪くはなさそう。でも、シュルカーそんな使わないかな。スイフトストライカー。ダイナモはいいかもしんないね。いやー、使わないね。ちょっと使いません。イカはどうだ？ダメ。クールダウンなし。ですね。エンチャント自体も、まあ、防護はちょっと好きかなーってところで、他はよろしくない。シュルカーこれ、カウントしてもいいぐらいだな。まあ、この囲まれた時のダメージっていうのが、まだね、いまいち見えてないところがあるので、まあまあ、一応、これいいやつっていうことで、1個カウントします。次、すぐ出てきてくれれば、すぐ終わるんだけども。はい、では行きましょう。2周目、締め具、よくないかな。虚無、旋風、輝き、いやー、使わない。これはよろしくありません。虚無を呼ぶもの黄金だけども、使えるエンチャはないかな。いりません。ファイアボルトスローは、全然ダメだな。話になりませんね。はい。じゃあ次行きます。3回目イカが出たけども、エンチャントはよろしくないね。まあ、こんなんばっかりだと思います。よろしくない。まずクールダウンつかないね。クロスボウ。あ、無限ダイナモだ。無限ダイナモだけども、ノーマルのクロスボウか。使わないね。で、ビーハイブ。クールダウンなし。だね。こん中だったら、まあ、このクロスボウ。いや、使わない。まあ、売るんだからこれでいいや。4回目、輝くローブ。クールダウン付きだね。クールダウン2だ。いや、でもな。他がね、まあ、防護と、霊気を入れて、生存率は上がるよね。でも、攻撃面が、雷フォーカス入ってないのか。でもまあ、アーティファクトのダメージ 50% で、ちょっとはマシ。いやー、使わないかな。一番右が攻めて、雷フォーカスだったら、よかったけども、これじゃちょっといらないかな。なんか中途半端な感じがしますね。金メッキ。クールダウンなし。ダメ。回復がまずついてない。ダメですね。輝くロブちょっと惜しいな。惜しいけども、これじゃあちょっとね、カウントできませんね。黄金のこっちを売りましょうか。これ。5回目、壊れたソーブレード。痛みはついてるけども、ダイナもなし。ダメージがちょっと出ないかな。次、クールダウンついてる。おー、なんか今回クールダウンつきやすいね。ワールウィンド。回復ないとちょっと嫌かな。そうね。よろしくないです。ちょっと今日いいアイテム出るね。いや、でもなんで、なんでクールダウンつかないかな。シナジーついててすごくいいんだけども、一番左につけばよかったな。惜しい惜しい。すっげえ惜しい。
で、チョークロス。ダメ。使えない。おー、クールダウン2。で、雷フォーカスもついて、あ、左が良くないね。左よろしくない。いや、惜しいね。惜しい。結構いいの今日出るよ。7回目。物はいいね。物は。今回結構いいのが出やすいと思います。もともとクールダウンついてる防具だな。あ、でも、エンチャント微妙かな。もうちょっと防御寄りじゃないと使っていけそうにない。機械化。あ、悪くない。ダイナもいいよね。ダイナも、重力、シナジー。使っていけるな、これ。あ、できれば、黄金で、痛みがついてくれればもっと良かったんだけども、まあまあ、代わりにシナジーがついてるから、80% アップか。そこそこダメージ出るし、重力で引きつけるから使いやすそうだな、これ。うん、使いやすそう。スパイダーダメだな。うん、これいいと思う。良さそう、良さげ良さげ。7回目。1時間足らずで、終わりました。けども、まだちょっと時間もあるので、あと3回行こうか。あと3回やってみましょう。おー、これなかなかいいんじゃない?これが8回目ですね。ビースティンガー。まあ、使えないね。緑、よろしくない。レイピア、あー、ダメ。8回目全然ダメですね。うん、あ、まあまあ、火炎フォーカス、雷フォーカスあって、霊気もついてるから使えなくはないんだよね。クールダウンも一つついてるし。まあいらない。次。9回目です。クールダウンショットついてるけども、よろしくないね。夜の棒はね、ちょっと欲しいやつなんだよね。クールダウンショットとロールチャージ、もしくはアーティファクトチャージに、流れ込む魂と球根かな。球根はつかないのか。うん。まあ、魂の共鳴とかがついてるやつが欲しいけども、出ないね。バトルスタッフ、まだダメです。レッドスネーク、ダイナモ、オーバーチャージあるけども、貫通なしだね。よろしくないです。次。ラストですね。今回は弓ばっかり出ました。虚無を呼ぶもの。何もいいものはついてないね。次。バーストゲイル。これはクールダウンショットがつけばいいんだけども、ついてません。アウト。ピンクスコンドレル。ダメだね。全然よろしくなかったです。はい。まあ、こんなもんですね。はい。ということで、戻ってきました。今日はちょっと運よく、全部で10回で終わった。終わったっていうか7回で終わったんだけどね。10回やってみました。早く終わったね。毎回これぐらいだったらいいです。うん。まあ、シーズン7ももうそろそろ終わりじゃないな。多分投稿してからあと1週間ぐらいはあると思うので、はい。ギリギリまで頑張っていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。